調べたのも調べたの。それも
今ちょっと見てきましたけど、すっごいレベル高いです。めちゃめちゃすごい。みんな誰のがどういいとかじゃなくて、みんなすごいです。だからあとはどうやったら楽しくなるかわからない。3つ目はこれは今日これからみんながやってもらいますけど、人に教えようとした時に自分の頭が良くなる。これはね、今日みんながこれからやってみたらわかると思う。あのね、希望として教えようとすると意外とうまく言えなかったりいろいろするんです。スラスラとは言えないなとか、ちょっと疲れてたかとかいろいろあると思いますけど、でも教えようとした時に好きだと使ってるのがやってみたらわかると思う。はい、これをですね、ちょっとやる前に、そもそもまあじゃあモテタクはアクションの研究をやってる人じゃないですか。研究者って何なのかなと思いません？何なのかな。じゃあね、気象の研究者はどんななのかっていうのをみんなにそれぞれ調べてもらったんです。で、みんな勝手に調べてもらった、全然自由に調べてくれていいから、まあ調べてねって言ったら、みんなそれぞれ好きなとこ見てきたと思うんですけど、いろんな答えがあると思うんで、これは正解がない話、これも正解がない話。気象の研究者はどんな人なのかをちょっと見ながらこれからちょっと教えてもらおうかな。で、いろんなね、検索者が出てきたと思うんですけどね、はい、出てきたと思うんですけど、ちょっとまあ何でもいいから僕に教えてください。じゃあちょっとね、みんな全員立ってください。
なんでかっていうとね、僕研究者だから頭使う仕事で、頭が良くなった時に嬉しいんですよ。しかもできればあんまり辛い思いをしないで頭が良くなりたいので、誰かから質問されて僕だけも頑張るっていいじゃないですか。質問されると勝手に頭が動くっていうのはもうね、すごいお買い得な感じなんですね。これね、意見をもらったりも、これね、自分の考えとはできるだけ違う人と話して別の意見をもらうときが楽しい。で、普通に意見が違うときって喧嘩になったりするでしょ。思い出すとかあると思いますけど、意見が違う人ほど面白いんですよ。でね、意見が違う人はまあね、喧嘩になったり暴露しますけど、そういう人も一致するところが必ずあるんです。それがね、すげえちょっと感動するんですね。こんなに全然違うこと考えてる人なのに、あ、ここ一緒のこと考えてるみたいなのが最後見つかった時にすげえ面白い。はい、で、仲間なんですけど、調べましたね、みんなね、結構いるな、この人は。はいはいはい、まあ5人じゃ足りないですけど、ちょっと紹介しましょう。もう絶対知ってると思うんですけど、この人1人目僕の奥さん、はい、うち夫婦で主導の研究者です。同じジャンルですので同じ研究者で、ニコニコ超会議とかって調べてくれた人って言ったら、あれで買ったやつですね。はい、2人目はですね、この人と仲のいい気象予報士の人なんですけど、佐々木京子さんですね。この人調べてみて、あ、チェックした。この人は面白いですよね。ちょっと調べてみてください、ね。はい、この人は気象予報士なんで研究者じゃないんですけど、研究のものにすごい興味持って詳しく調べてくれる。はい、で、この左側にいるのは、さっきの佐々木京子さんで、この人と仲がいい横浜国立大学の人で、これ、教員養成の先生なんで、そしたらどっか先生でも知って使うかもしれないです。どっかですね、はい。理科の先生の、教員養成関係の、横浜国立大学で先生してる人で、この人は台風に僕より持っておったらしい。フレアスさん。はい、で、この人も YouTube に、動画がたくさんあるんで、この人が喋ってるおしゃべりとかすごい面白いですよ。調べてみてくださいね。はい、で、この人はもう多分一番有名なんですけど、この人を調べてみて、あ、いなかった。あ、ちょっと荒木健太郎さんは昨日の NHK のニュースに出てました。ね、この人は雪の結晶とか雲にすごい詳しい人なんですけど、みんなが見てくれた NHK の番組の一つに、この人も番組一つなんです。これもすっげえ面白いって感じで、この人は、先月19月に雪降ったじゃないですか。おーってなったでしょ。で、雪の結晶を全国から集めて、みたいな。で、NHK のニュースで、こんなにいっぱい集めた人がいますみたいので、特集されてる。これからも何回か出る。覚えてる。で、僕は気象の研究してるんですけど、気象って海とも関係してて、でも海は僕詳しくないので、海のことは別の人に聞こうと。この人は真ん中に出てるんですけど、三重大学です。この人は一緒に船に乗って海のことを、この人は海のことを知らないで、俺は気象のことを知らないでみたいなことをやってる。この人もすっごい面白いです。はい、これはとりあえず5人ですけど、去年ですね、未来に行ったのを、未来っていうですね、船で、調べてきたことがあるので、インドネシア行ってきたんです。今日は白星堂に来ましたけど、はい、僕が普段行ってる研究所はちょっと離れた南側のところなんですけど、あれ、しっぱらしてね、
だからそこからちょっと南側の方にジャムステックっていうとこがある。ここいつでもみんな遊びに来れますよ。でここで研究してます。で去年ですね、青森県のムツっていうところに行って、これ秘密の港があるんですけど、はい、この港にですね、僕らのジャムテックの方ですごい船があるんです。未来すごいでかい船、体育館ぐらい。これでインドネシアに出かけていく。これでもう体育館ぐらいあるところにいろんな機械がいっぱいいるんです。で、ここから出かけていきます。どんどん行って6000キロぐらい、2週間ぐらいかけてわざわざそこまで行く。もうちょい行きましょうか。インドネシア知ってますね。スマトラ島っていうんですか、大きい。ここに1ヶ月ぐらいずっといて、それで一度空を測るの。はい、どうやって測るかちょっと見せましょうか。これでかい風船にヘリウムガスってちょっと軽いガスが入ってて、これで飛ばすんですね。これ飛んでるじゃないですか。で飛んでる時に下に温度計とか湿度計とか風を測る機械をつけるの。そうすると気温はここでこうやって測れるけど、上の空の気温測れないじゃないですか。それをこうやって風船を毎日毎日上げて、今日はどのぐらいだったかなって毎日毎日測るんです。これ1日8回これをやる。それで、でも気温で何で決まるかって言ったら、その下の地面がどれぐらい暖かいかで決まるんです。で、海だったら海がどれぐらい暖かいか。で、地球はほとんど海だから、海を調べるのすごい大事なんです。だから気温だけ測っててもすぐ変わっちゃうからよくわかんないんですよ。そこでですね、まあ、海も測るわけです。で、このグレーン車でこう機械をこう吊るしてですね、で、海って水温はまあもちろんあるけど、しょっぱいじゃないですか。しょっぱいでしょ。で、あのしょっぱさっていろいろ味が違うらしいの、海の場所によって。ここすっげえ塩辛いっていうところと、あ、そうでもないなっていう場所があるんですよ、はい。で、インドネシアのこの辺はちょっと薄いんだって。で、味もちょっと違うんです、実際舐めると、はい。で、それをね、いろいろ調べると全部つながってるってことが分かるんです。え、塩がちょっと少ないってことは気温に関係あるのとか、塩と気温なんか関係なさそうでしょ。もうあるんだよね。で、まあ、そういうことのつながりを研究してるんです。で、みんなは理科の授業でなんかこんなのやりますよね。なんか雲があって、風があって、で、みんなが教科書でやったことはそれとつながりだと思うんですけど、雲は風に流されるよねっていうの、それ風と雲がつながってるよねってことですね。で、じゃあ風と雲がつながってるということは、それを使えば天気が予報できるよねみたいなことをやったと思うんですけど、例えばですね、今、八景島の上の天気は見ればわかるじゃないですか。八景島の上の天気だけを見てても明日はわかんないよね。ちょっと離れたところを見たい。でも見えないじゃないですか。で、わざわざ大元を辿ってどこまで行くかって話だよね。それで、ここ日本ね。で、ここインドネシア。僕が去年行ったところ、去年のちょうど今日ですよ。これ偶然ですけど、去年のちょうど今日ですね、インドネシアにものすごいでかい雲があって、この風を全部辿っていくとですね、6000キロ全部繋がってるという繋がりがあるんですね。これでもいつもいつもじゃないですか。それで雲がすっげー1回のができてると。で、これがまたなんかこっちに帰ってくるんですね、みたいな繋がりがあるってことを発見したらですね、本当かな。で、さっき一生懸命風船上げて気温測っ
の証拠をいっぱい調べて本当かどうかをつなげていくんですよ。これ研究ですね。で、一個一個は本当かな、そうか、そうじゃないかよくわかんないなっていうことを全部つなげていくんですよ。で、なんかね、あの皆さんそれぞれ勝手に調べていくと、みんな同じ答えじゃないところに行って自分だけが見つけちゃうことはあるんですけど、そこの近くにちょっと才能があるんですよね。そこがもう一番自分のこうセンサーだとね。で、見つけただけじゃなくてできるだけ多くの人に教えるとですね、喜ばれるっていうのが研究者の仕事なんですよ。だからまあ、それを発表するのが仕事なんですね。だから見つける、調べる、本当かなって発表する。発表するまで含めて研究なんですね。だから今日はみんな、調べるまではやったじゃないですか。だから今日発表するまでやって研究しましょうっていう話。で、一応ね、僕もね、ちゃんと発表してるんですよっていう証拠画像を見せますけど、あの研究発表はですね、全国大会とかなんで、年に2回から5回ぐらいあるんですよ。で、まあ好きなだけ出かけてって、俺に言わせろみたいな感じでエントリーして、それで、実際こんな感じで喋るわけです。いや、もう一つ僕は大事なところ中ですが、いるんじゃないかっていうことをちゃんと喋るでしょ。いや、そうですね。これ仕事ね。それはですね、あの崩壊高気圧、崩壊高気圧、知らない人でしょ。あまり知らない人、なるほど、あまり知らない人、ちょっと聞いたことがないっていうこと、どれぐらいあるんですか。みんな知らないでしょ。崩壊だと、崩壊だと勝手に名前つけて、これ大事だよってみんなに訴えるわけです。で、みんなは、そんなの本当なの、そんなのあるのみたいなことを言うわけです。いろんな意見くれます。はい、で、それを回って、いや、本当にそうだねってなったら、なんか役に立つねって、だんだんなるんですね。で、日本語だとこんな感じですけど、まあ、英語でも、あの世界大会がある。はい、まあ、別に1位とか順番は関係ないんだけどね、まあ、1、2回チャンスがあって、他の国の人にも伝えたいと思ったら出てきます。そしたら、まあ、そんな得意じゃなくても英語喋らなきゃいけないから、好きじゃないことも頑張ろうと思う。一応なんか喋るんですね。一応日本語じゃなくて英語ですね。はい、まあイエス以外にもほとんど喋ってる。はい、何をしてるかは分からなくてるけど、結構頑張ってる感が伝わりましたね。はい、はい、それであのみんなちょっと調べてくれたので、ね、この本見てくれた人もいると思いますけど、日本語で文章を書く。で、これはみんなこれ、ね、理科だと思うじゃないですか、天気の話って。これを書くっていうのは国語ですよね。僕結構苦手だったんですけど、だからこれを書くときにすでに苦労しましたっていう話をどっかに書いてたから、結構みんな、ね、書いてると思うんですけど、168ページ、すっげえ大変だったけど、これは本当に国語だったんですね。自分で書くの。で、人が読んで分かるようにするのか。で、つながってんなってもう本当思ったわけです。はい。で、まあ国語はまあ日本語ですけど、英語でもこんなこと書いたりして、分かるようにします。で、これがまあよくやってるお仕事ですね。で、ね、それは何かというと、とにかくできるだけたくさんの人に、伝えたら喜ばれるからやる。自分が見つけてあってなって、この中でどっちだともうなんか飽きちゃうわけでしょ。で、みんなに言って、え、それどうなの、こうじゃないのとか、いろいろと、あ、そうかもってなった時にすげえ面白くなるっていうのが、ね、僕の仕事です。研究者の仕事ね。だから頭使って難しいことやってるっていうだけじゃないよってことが言いたいわけです。で、まあだから今日ね、言ったのはね、大きな声じゃないと伝わらないんですよ。はい、そもそもね、さっき発表の証拠動画見てましたけど、大きな声じゃないと伝わらないんですよ。それで、難しいことやるときは余計なんですけど、楽しむ方法を考えないと乗り越えられない。
ちょうど時間かな。はい、これまで調べてきてくれたことを今度4時間目に発表してもらおうかな。あ、3時間目で、はい、でそれ何分からスタート35分。あ、35分で20分ある、ね、じゃあ20分の時間は、はい、じゃあまず最初にみんなすっげえ一生懸命調べてきたからいろいろ言いたいと思うんですけれども、1人1分です。1人まだでも1分で終わりじゃない、その次がまず1人1分食べるんだ。で、何を喋るかは1分以上でなければ、1分以下だったら短くても全然いいです。で、何のために喋るかは自分が何を喋るか、なぜそれを喋るか、それもどうしてそれをみんなに教えたのか、わかる？これは自分が言いたいことじゃないです。なんでみんなに分かってほしいんだよね。あ、それはみんなに教えた方がいいわってみんなに思ってもらうための1分。中身を説明するんじゃないんです。まず自分が調べたこと、タイトルはいいの？タイトルでください。なぜ自分がこれを調べようと思ったのか。これ一つ言ってください。それからこれはどうしてもみんなに分かってほしいということがあったらそれを言ってください。でも無理やり1分にしなくてもいいです。短かったら短くてもいいです、はい、いいですか。じゃあですね、大体10人以下だから10分で終わるはずだよね。そうだね、はい、まあ少ないところは先に終わったら終わってていいですからね。では終わったらその次があるから詳しく言うにはどうするかを自分で考えていってくださいね。大事なことを忘れたんですけど、これ聞く方がすっげえ大事なの、言うことも大事なの。誰が何言ってたか覚えてないと次いけないんです。自分が言うことはあんまり、まあだから自分が言うことはもう自分分かってたから、それはまあいいわけです。それはそれでいいんだけど、1分でやってくれればいいんだけど、問題は誰が何言ってて、あ、その次、この次に誰が何言ったかを考えて次のステップ行きますから、それ忘れないですよ。あ、あいつはこれ言ってたな、こいつはなんでこういう風に言ってたんだろうな、それ全部覚えてくださいね。はい、だから誰か喋ってる時は他の人はめちゃめちゃ聞いてくださいね。はい、自分がどういう風に聞いてほしいかも考えてる。あ、こういう風に言えば伝わるなと思いながら聞いてれば自分が喋る時もうまくいく。でもざわざわしながら聞いてる人は自分の番の時にうまく喋れないです。これ同じことなんです。頑張れって応援して聞いてる人は自分の時もすっげえうまく喋れるんです。でもざわざわしてると自分の時に緊張しちゃうんですよ。これで、あのね、同じことが跳ね返ってくるので聞く時が一番重要なんです、はい、で誰が何を言ってるかを全部覚えてくださいね。全員の分で10人のところちょっと大変かもしれませんけど、はい、誰誰は何を言ってた、なぜだっていうのを全部覚えてください。はい、こっちが重要なんです。じゃあ続き始めてください。スタート。はい、はい、じゃあ次はですね、決まった人は他の全員にまだ1分しか喋ってないです。
残り全部いろいろあるよね、言いたかったやつで。自分の中身を発表してくれるのは自分じゃなくて仲間なんだよ。仲間に伝わるように発表してください。わかる？発表するのは仲間なんだ。仲間に伝わるように自分のことを発表してください。いいですか？じゃあ今から代表の人はチームの人がいい発表ができるように説明してください。時間は3分です。時間は3分いきますよ。さあエントリーナンバーは周りのみんなね、本人じゃなくて周りのみんな、誰が何を言ってもいいです。どんなことを調べて、こういうことはみんなに分かってほしいというのを教えてください。後ろからさあ、やばい、聞いてくれるかどうかは自分の番の時に聞いてくれるかどうかは今の自分にかかってるからね。いいですか？じゃあどうぞ。雨はどこから降ってくるのか。氷の粒が結晶になって落ちてくる。台風が来るまで、台風で結局何が大きくなったものなの。
はあはあ、世界で5日の達成、はい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 、がありますが、日本の南海上は世界でも最も、はい、達成数が多い地域です。続けることができるというわけです。
はい、ありがとう。あのね、今のは同じ台風ですけど、さっきと同じ台風じゃん。でも全然一緒違う。でも両方とも大事なんだね。3つの条件ってすごい覚えやすいなって思ったでしょ。こっちはさ、3つの条件を含んで、その周りをすっごい詳しく調べて、しかも最後にね、最後に分かりやすく言うとこういう例えだよ。これすげえことなってね。電気に相当するのはこういうことだよ。吸い上げてる掃除機みたいなもんだよ。これすごい理解してないとできないことだよね。これすごいんだって。で、どっちがいい悪いじゃないんだよ。簡単にまとめるのもすごい大事なことだし、詳しくするのもすごい大事なことだし、詳しいものをさらに例えられたらもっとたくさんの人に伝わるじゃないですか。あ、それだったらわかる。なんか難しそうなこと途中言ってたけど、要するにああいうことねって言われると、なるほどねってなるじゃないですか。すげえ面白いアイデアですね。はい、ありがとう。じゃあ次行きましょうか。次、まだやってない人。やってないわ。よっしゃ、あれ、あれ必要だよね。ここ行こう。なぜか雷は音と光を出すの。落雷で光と音が発生する理由。雷が落ちるとき、空中で強い光と高い熱が発生します。光が空気中を通るとき、熱で空気が急に膨らむため、空気と空気が擦れ合って振動し、大きな音が響き渡るのです。また光は1秒間に地球を 7.5 周する速さで伝わりますが、音は1秒間に 331m の速さで伝わるため、カットから音が散るまで数秒間かかります。雷が春や夏に多いわけ。4、5月頃や夏には日差しが強いので、上空に冷たい空気があるときに上昇気流が発生し、積乱雲ができやすくなり、雷が多くなるのです。
はい、じゃあ次行きましょうか。次行きましょうか。次、はい、来た人。はい。もう残ってないよ、あんまり。行きましょうか。拍手。この辺すごいよ。ちょっとすごいよ。空はどこからどこまでか、この絵を見てください。この絵は空はどこからどこまであるかを表した絵です。空には大気と呼ばれる空の層があります。では一番下から見ていきましょう。地上から10キロメートルまでが対流圏で、空気現象はこの圏内で起こります。10km から 50km までに行くと成層圏です。対流圏とは違って成層圏はいつも晴れています。さあどんどん上に行きますよ。さあここは 50km から 80km 中間圏です。高くなっていくたびに気温が低くなっていきます。さあ上に行くと 80km から 500km で熱圏です。中間圏と違い、高くなっていくたびに気温が高くなります。最後は 500km から 10000km までは外圏です。結果、空は地上から1万キロメートルであるということが分かりました。終わります。すごい話だなんて。これまずタイトルなんだっけ？はい。ゲーリー来たくだから。見て、これ絵たった一枚だよね。これだからまずシンプルってことだよね。空はどこからどこまでなのって疑問もシンプルじゃないですか。だけど中身すっげえこんなにいろいろあるんだよね。これでね、この班がすっげえなと思ったのは、全員がまあ説明してくれるじゃないですか。その時になんかちょっと違う感じしません？今までと。わかる？台本みんな、ね、使ってたところもあったと思うんですけど、お話風じゃん。わかる？絵本読んでみたいなの。ちょっと国語っぽかったり、あれ理科じゃねえのかなっていう感じするわけで、それならちょっと読もうかなって、聞こうかなって感じになるわけ。誰かのお話を聞いてる感じになる。それぞれ他の人、読み手が変わってきてもつながりがちゃんとあって、わかる？だから説明文で詳しくしてくれるところもあってね、あれはあれですごい大事なことなんだけど、お話にするとストーリーとしてすごいなんかスーッと入ってくるじゃん。これもできるだけたくさんの人に伝えると喜ばれるの方法の一つですね。これすごい作品だから、あとでね、いろいろ見てくださいね。じゃあ次行きましょうか。うわ、やる気まんまですね。なんかやる気まんまな人、さあ行こうか。雲の中では水蒸気が成長しながらゆっくりゆっくり集まって少しずつ大きくなります。
して、ある程度大きくなると、重くなってお茶を飲みます。これが雨です。雨粒の直径は雲の元になる水の粒の50倍から100倍で、10万から100万粒、100万個分の重さになります。雨粒が小さいと弱い雨、大きい、強い雨になります。雪も雲の中で成長する。雪もこのように氷の粒から成長して降ってくるのです。雨粒のでき方には前のページの図のように気候によって水の粒が大きくなるでき方と氷の粒が元になるでき方があると言われています。熱帯や亜熱帯はでは強い上昇気流で上空に上がった水の粒が水の粒同士がどんどんくっついて雨となります。こうした雨は暑さが1度以上あって湿り気が多い雲から降ります。一方、日本などでは上空の冷たい空気でできた氷の粒が落ちてくる間に水蒸気がついて雪になります。これがそのまま地上まで落ちると雪で途中で溶けると雨になってくります。雨粒の形は丸型、涙型、雨粒が涙型だと思っている人も多いようですが、本当は何型でしょう。実は粒の小さい弱い雨だと雨型なのです。強い雨になるにつれ粒が大きくなるので空気抵抗で真ん中に逃げますよね。雨の強さが気になる。気象庁では雨の強さの表現を降水量などによって分けています。降水量を測るよう木の底に1ミリ程度しかたまらない小雨から崖崩れなどの災害まで引き起こす豪雨まで下の表のように細かく区別されています。
それは始まる。先生が始まる。始まるのは日本の南の赤道近くの熱帯の海の上です。空の上は温度が低いので水蒸気は冷えて細かな水の粒となり早く絡みると雲となります。そして雲ができるとそのまま周りの空気は温まりもっと長いコースをたどることになります。
は、やはり陸の雲がたくさん浮きやすい夏に一番多く生まれます。そして日本に1週間かかってやってくるので、8月、9月は大好きの暴れる季節となります。細かいところの工夫が面白いから、あとちょっとみんなで見てくださいね。
いところをわって思わせるところありますから、後で見てください。はい、ありがとう。はい、次行きましょうか。あと30分かな、ちょうどいい感じかな。さあ、次行きたい、次行こう。はい、次ここチーム、できるんだよ。そうなんだ、初めて知った。
じゃあ3つ目は、この空気は上がって上昇気流と この時に雲ができるもの。台風や低気圧の中心には周りから空気が集まってくる。雲はこうやってできてたんだ。太陽くん、山くん、教えてくれてありがとう。上の方にプラスの電気が、下の方にはマイナスの電気がたまる。
たまに限界を超えて電気がたまると雲と雲、または地上に向かって放電する。これが雷だよ。そうか、地上のプラスの電気をプラスの電気と引き合うから雷が起きるのか。木の下で雨宿りは絶対ダメよ。なんで？はーい、気をつけるよ僕。あ、雷だ、帰らなきゃ。バイバイ先生。はい、気をつけて帰ってね。はい。違うよ。アリアは雷かね。おっと、ちょうどいいところに木が。よし、雨宿りだ。ここなら安全。うん、ギャー。絶対に木にかけるとダメだよ。はーい。ありがとうございました。最後の終わりが
はい、理科の話って紙合いのこうどうしてできるのかちょっと難しい話だから5年生でやるんですよ。だけどこの話になったらちょっと下の学年でもいけそうじゃない？ねえ、こんなことやったのね、俺見てなかったよ。はい、ね、工夫がすごいいろいろあるんだねっていうのが分かると思うんですよ。で、みんな全員分のやれなかったけど、これ大事なのはちょっとね、自分の発表できなかった人もいると思うんですけど、自分の発表の仕方のね、まあ、いろんな表現してくれたと思うんですけど、ここがいいとこだなーってのを見つけてください。そこがすっげー大事だから。わかる？みんなそれぞれ他の人の見たじゃん。で、それぞれいいなって思ったでしょ。でもちょっと自分のと違ってたりすると思うんですけど、あれすごいなって思ったと思うんですけど、じゃあ何が大事かというと、自分のはこういうふうにこういう人には伝わりやすいんじゃないか、こういうところに持っていったら役に立つんじゃないか、ね、それが思いつくと教えたくなるじゃないですか、その人のところに、ね、年下向けに作ったら年下のところに行って教えたくなるじゃないですか。実際教えたらいいと思うんですよ。せっかく調べるところまでやったら、で自分のためだけにやってると、まあ、まず 100% までは来れると思うんですけど、誰か他の人のために何かやろうとすると 200% 能力が発揮されるんです。自分のいいところを見つけて誰か人のためにやろうとすると頭良くなるんですよ。お得でしょ。頑張んなくても頭良くなっちゃう。で、はい、だから今日ね、いろいろやってもらったんですけど、まず最初に言いたかったのは、研究はつながりを見つけてつなげていくってことですよね。で、しかも俺が最初言ったのは、どうやっても正解がない問題ってあるじゃないですか。で、どうやって伝えたらいいかって、一番みんなに伝わるかって正解ない問題じゃないですか。本にしたらいいのか、パネルにしたらいいのか、紙芝居にしたらいいのか、それ全然別に正解ないですよ。でもどうしたらいいかをすごい一生懸命考えるでしょ。それを考えて、もっとこうしたらいいんじゃないかって考えるのが研究なんですよ。で、それやりましたよね。やって、つながりを見つけて、研究して、で、誰かに教えようとして、誰かに分かってもらったら、ちょっと嬉しかったですよ。あ、伝わったと思うと、すげえ嬉しいじゃないですか。で、嬉しいからもっと調べたくなるんですよね。はい、これがね、天気の研究ってことなんですけど、今日みんながやってくれたのは天気の研究ですけど、他の、ね、国語算数理科社会全部研究できることいっぱいあると思うんで、つながりを見つけて研究してほしいなと思います。はい、ということで今日は5つの施策ワールドこれまでで終わりです。終了。じゃあお礼を言いましょう。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとう。Thank you.
ください。待ってる？